お疲れ様スラットです。皆さん明けおめです。今年もねどうぞよろしくお願いいたします。ということでもう新年一発目なのでこちらロケットウォールブレイカー、はい、やっていこうかな。懐かしいね、まあ、ロケ削りは今までディガーとね、ロケみたいな感じでしたけどもちょっとウォールブレイカーも入れちゃったね。こちらでやっていこうかなと思います。はい、というわけで、まあ、今年2023になったのか、はい、2023、僕はね、また抜き捨てしろきたちといろいろ複雑な、僕はあの1999年生まれなので今年がね、厄年翻訳っていうのかな、なんかめちゃくちゃ悪いことかなんかめちゃくちゃいいことが起きるよみたいな、気をつけた方がいいですよみたいな年なのでちょっとねその辺にもちょっと気をつけてね、はい、一本も動画上がんないかもしれない厄年なんで、これが最初で最後2023年みたいなことはないといいなと思いながらさ、あちゃくいです。ほい、おー前なんだこれ、わからんけど痛い、やばい、痛い、入ってくれ、たまたまこれね。おおー、ウォールブレイカーのなんか軌道がすごい動きしてたな。さあで今年はねちょっと生放送マジで増やしたいというか、もう理想はね毎日したいみたいな思いがあるんですけど絶対やんないのよね。生放送好きなんですけどね、めちゃくちゃそう。だから昨年よりは多くねもうやりたいと思ってます。よいしょ。さあこれ録音が行かれると終わります。あれワンチャンロケでブッパもあり、圧着いくやっぱねめんどくさいんでね、はい、まあ、みたいな感じでウォールブレイカー行きながら、まあ、キング起動はされたくない。ザップ五霊ザップってちょっとだけ珍しいよね、まあ、山雨があるかどうかみたいなところではある。トルネと、あトルネありましたね。あトルネザップで、じゃあうちのロケット式の子ちゃんは行かれるんで、オーマイグネス天才こそのミニカ。え待って、まさかの右サイドに来るっていう俺のこのアイゴルはどうしてくれんの。一旦飛ばしとこうぜ。よいしょ。ちょまだロケット、ああ当たってねえ、なりいいや。さあまさかなんか相手のデッキは予想外というか、こんな予想できるわけもなく、よいしょ、まあ、着がね折り返したらちょっと安っすよね。まあオールブレーカーとかもねもう全部いけにえ、ロケほどけ残っとし、あでかい、さあトルネロケとか組んだ、一旦耐えながらのだいぶ苦しいのでちょっと攻めます。記念ウッド、うわーなので入ってほしかったか。さあ延命して、いやここさえ耐えれば絶対相手の方がきついので、相手もロケだったな。おトルネザップでお願い落ちないで、落ちないね、危ない危ない、何だこれ、ゴレロケってマジ珍しいっすよね。インフェとかに強いのかな、インフェとかまた初見でなんかこう相手の上にとバルルルンつってなんかできそうなんで、まあライトも強いですけどね。ちょっとロケも面白いですね。昔はねありましたね、なんかアベキさんだったっけな、アベキゴレっていうファイスピスピスピゴレだったんですよ。もう今じゃ考えられないんですけども、高回転ゴレダクネトルネスピスピみたいな
スピスピだったかスピだ1枚だったか覚えてないですけども、あークロスは嫌だって、あー発撃も嫌だって、同じさあ、とりあえずここは耐えれますね。まあロケ削り対決の可能性が出てきそうですね。でトルネ、あー違う違う、スケルトン部隊絶対でかい、てかラッキーこれなんかスケのナイトの無課金反撃みたいなやつが来るとめんどくさかったんですけど、これちょっとね攻めちゃおうぜ、やらめ使ったし、うぬがいパフで逃げろウォールブレイカー、え強くねえかこれ、さすがにそれはそれされると話が変わる。いやガガムネ思ったよりよ、えちょま俺の予定と違う、いやー行きたいけどいっぱいいる、あー近畿ね手堅い。さあ迫撃のなんかスケバーチャーガゴムネあんま見ないっすね、小物超大量みたいな、アイゴレガチ大事かな、ガゴムネあーめんどくせー、スケブいやなめヤナメでした。さあヤナメ使ったんで一旦はこのロケット押しで無双できそうですね。ワンチャン待つとガゴムレとかまで来てもらえるかなと思ったけど、さあちょっと削り、うわホバとかいんの、だいぶやだいぶ厄介ですね。なんかさあこれはタイミング事故るとマジで危ない。さあでここはスケルトン部隊で守りたいんじゃないのお兄さん、よし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 からの、ディガーで本命かな、あーこれディガーの飛ばす位置が、いやーうわ転生か、いやなめで全部いかれる、よしよしよし、えなんか流れめっちゃよくない、すげえ頑張ってんだけど、やべディガーとロケットミスった、間違えた間違えたけど結果オーライか、もしかして別に大丈夫みたいなとこあるわ、ロケ砲はあーやなめだね、これやなす、耐えて、まあ、ロケで削れるんでいかに耐えれるかが大事、コバのダメージとかねガゴムレのダメージとか入れたくないわけよ、いやホバがな結構鬱陶しいっすよね、うわこれはさすがにロケお願い一匹も残んじゃねえ、うわ一番残っちゃダメなやつ残った、やべえこれ一発入るけど、いやマジで今のは仕方ない、今のはねマジ仕方ない、うわーこれやべえ、いやこれでもめっちゃいいウォールブレイカー、うわーやばい流れが今連鎖来てる、うずるやんそれ、マジでやばい、フードレースターが来てる、いやマジでうわーおっしーよっ、いやこれはむずい普通にむずい、あとはロケ砲がねやっぱ強いんですけど、キング起動されると後半のねディガー削りにだいぶ支障がだいぶ痛いんで、ロケをちょっとね雑に咲かないようにしてこう。さあマザネク、マザネクも今ね上マルチ、マザネクロイ、マザネクキョロイ、高回転ロイと
重めのキョロ糸っていうちょっと混ざり気が増えてるんでね。さあもうこれぐらいいいんじゃない。どうせライトニングだと思うんで、ちょっとうざめに。あークエイクのキョロイでしたね。うんうんうん、よし。さあ、まあ、ロイはアゴミニペ、そしてスケミニペ、まあ、とりあえずミニペッカウッドで完封ができると思うので完封しなきゃいけないですね。だったらロケットフォーシュもこれ相手からしたらちょっと嫌なカードな気がする。クエイクウッドを使わなきゃね処理できない。なんで逆にクエイクここで使わせるっていう意味ではあり。でロイ来てもミニペでパチコンパチコンで、これ絶対うざい。でウッドまで行くとエレスピを引けると思いたかったけど、やばい、これマザニクか。ちょっと待ってお前、まだ豚多い、ちょっと豚多い。まあでもウッド使ってたよね、ウッド使ってたのでギリ残る。あーマジでオム引っ張んな、取りと残れ。おっ、いやー、うん、引っ張られながらね。さあでこれちょっとね、取りやすくなる。ウッドまで打ちます。つけミニカです。来たらおい、あいだ控えめね。まあ、ミニペ出しちゃっていいかもね。顎で蓋しなきゃいけないけど、好きでもいいんだけど。でここでちょっとね行っちゃう贅沢野郎はマジで負けますいやここで行くのはねマジでアホ、行きたくなっちゃった。相手のこの攻めやっすね。ロイ出さずに鬼来る。やべえか。んこれは美味しくて、ぶっちゃけうっ、んには気合が足りん。いやでもこれロケット欲しいか、もうちょっと頑張れ。あーめっちゃいいマザニク。おでもよい、さあクエイク使ってくれた、これ美味しい。で本気でいきます。 LSP を引きたい。おっ夢が叶った、一発。うわー今の一発入んねんだ、やばいそれは。マジロケ砲で耐えれるかな。ロケがあるんだけどな。もう相手クエイクで削りに来てるっすね。じゃあロケで削っちゃおう。おい、え待って、あ危ない、危ない負け、負けそうだ。マザレク、マザレクが野郎だったな。まあロケ砲のなんか拡散とウッドでね天に送りたいんですけど、まあまあ耐えですね。ミニペね、いやロイにはいいんだけどね、あんなだけなんか大量にいるとバルキリーとかも欲しくなっちゃう。やばくね、早くね動き出し。さあコウモリキョスケのお着衣です。いやあんま分かんねえけど、ちょっとめんどくさい普通に。お、まあこれは許容できそうだな。で行っちゃって
いや許容痛い。迫撃？迫撃なのにそんなに序盤から来たのか君は。でまあ緊急度されていく。先ほどの反省点ゼロ。あちゃくいね。あちゃくいはまあ困ったらロケでもいいな。あちゃくいは困ったらロケティーナでかましながらさ。あーいい位置だな。いや一応出しとくか。縦線コウモリちょっと気持ち程度のなんか縦線もコウモリもないんでこれなんか助助とか出してくれたらねダメージ稼げるみたい。さあ迫撃で受けるのやだな。あですよね。俺はねどっちのサイドがいいかな。さすがに左かな。相手とサイド逆の方がいいのでまあここは3個使ってくれたって考えればよしとしましょうか。まあ、ロッキー隠しときたいっすねマジで。結局これでダメージ量一緒だったらぶっちゃけ俺の方が有利なわけですから。いやロキ打ちてこれ打ちません。いらねえオールブレイカーしたの。うっ拾いたい。ミリペイ行け。おっうっナイスよくやった。拾いたい。え痛い。いやだから思ったよりも勝ってんなダメージ。さあロケットそろそろかますぜ。うん神あちゃくり引けるのでかすぎるだろ。手堅く防衛に。その着衣マジで強いな。ここのディガーでタゲ取りたいよね。やべ取れてね。よしおめでとうございます。いやなんかでも肉系が多くてね多くて救われてるわ。アイゴレアイゴレスケなんだオールブレイカーか。よしよしよしオールブレイカーが刺さればなだいぶ多分勝ちやすいんですよね。そう削りがすごい楽になる。まあ刺さんなくてももうディガーとロケットとあとロケット星のあの拡散ダメがねめちゃかっこいい。大型にはねやっぱ強いんでロケホーは。ラバヤナアメは別としてヤナアメない大型にはねだいぶ強いです。ゴレとかねエレジャイとかにはだいぶ強い。さあとか言ってるともうエレジャイの香りがすごいしてる。助け出して走らせてあげよう。あなんかウォールベイカーが入ってる。さあまあこれは多分エレジャイぐらいしかないので。いや違うズンズンマジである一発ゴレかあーゴレしたね。
これスキーがさあ一体残んねえか。うん、さあまあさすがにトリトンとかいないっしょ。うん、まあ適当にしばき申し上げて、これ金起動されるかな。あーでかい。あと金起動されないだけでこの後がねものすごい楽になるんで、されないだけマシっすね。お散歩してタル使ったんで、まあ次はトルネーかな。まあ固めてこれ金起ノーダメで禁忌されたらもう仕方ない。それ取り逃げうまい。ああ、されるっすね。え、うまい。え、マジでうまい。なんで教えてほしい、それ。ほんとに。めっちゃ苦手なんですよね、あの禁忌の。相手ミスってる。でかい。ちょっといてんだよな、ロケット星が。じゃね、ベビドラが。ロケット車は俺の。あーでゴルネイも、あーでかい。あいついい子だ。いやーこの拡散やばすぎよな、威力。マジこのロケットも外したらやばすぎる。当たっててもやばい。あスケルトンやっちゃえ。ナイス。でこれはちょっと圧を与えて、もう絶対今ロケット入れなかったな、冷静に。さあ負け数字を減らしていこう。拾うねー。こっちに飛んでくれんか。あーやばい、最強それ。あでも生きた、でかっ。よいしょ。さあさすがにこれは耐えましたね。あぶねえ、マジで鉄壁すぎる。あぶねえ。さあゴルナイトルネゴルナイだけなんかかまされないようにね、耐えましょう。最近ねちょっとエレジャイもゴレも気持ち多い方なので、ロケ法ロケはいいっすね。刺さってんね。さあウッドエレスピロイジャイかクロスかな。クロスはねだいぶ嫌ですけど。おい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 、マジアチャトルネウォールブレイカーがあるだろう。なぜその位置。ディガーダックリロイの、いやでもディガーだもん。ちょっと珍しいのかわかんないですね。あーロケット削りだな、これ。気づきました、相手ロケっす、これ。よし、相手マジこれお互いもうロケ削り系なんで気づいちゃいます。でデリバリーのやつですさあこれはどうだ。ロケ対決だったら、まあ、ロケ法分ちょっとリードできるのかみたいな
思いながらもミニベガ一発だけでもに無理ですよ、ね、でもこれでかい。マジロケ砲のこのダメージで稼げば勝てそう。うわめっちゃいい。そのうっいやー耐えた。いやめちゃくちゃいいディガーゴブリンだ相手の今の。危ねえ。コストねえ俺一生ねえコストが。頑張ってくれ。よしよし。でこのデリは今日できるな。さあ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 相手もロケで、まあまあロケ砲で勝つしかないですね。ダメージ差出すのは仲良くいこうじゃねえ。まあロケ1個分かな俺の得してるのは。それ強いな。やべ、なんか真正面にボルト君出した。バカだ。やべマジでやばい。いやこれロケを残ってんで。ロケさあ200ぐらい縮められました。あマジ同性ロケもめっちゃ強いぞこれ。でもいや俺の攻めウッドが下手かましていかないタイミング。ロケ2発、ロケ2発だな。先に撃った方が勝ちやね。こんなそんなことないのかな。で回してこうやったらもう俺の勝ちでいい。そんなことないかな。やばい。えダクプリが走って負ける。うい危ない。ロケ砲分のダメージでかかったっすね。ビビビエイツナイス。というわけでこちらマジアチャーじゃねえー、キノコウォールブレイカーね。はい皆さんもぜひやってみてください。今年もね本当によろしくお願いいたします。動画たくさん見てね。バイバイ。